中田あゆです。 YouTube の撮影もこう少しずつ慣れてきてはいるんですけど、まあまあまだ緊張してます。はい、今日はトレーニング終わって今っていう感じで、ちょっとバタバタな一日ではあるんですけど、まあすごくこの撮影も自分の中では楽しみな時間なので、皆さんにも楽しんでもらって、私もこの時間を楽しめればなと思ってます。そしてですね、今日は私も少し気になっていた MBTI 診断っていうものがありましてですね、なんか韓国とかではすごく皆さんやられてるみたいで、私まだ一度もやったことがなくて、性格診断とか性格タイプがこう質問にたくさん答えていくと分かるっていう診断テストみたいです。やっていきたいと思います。はい、それでは MBTI 診断始めていきたいと思います。ポンポンって答えていっても12分ぐらいかかるみたいなので、ちょっと頑張ります。聞いてきます。65です。あ、どうぞ。何回も読まないと理解できないやつとかありますけど、本当はい、診断結果が出ました。私の性格タイプは ESFPA っていうのがまず出ました。エンターテイナーってなってます。そう、これ始める前にちょっとこうどんなタイプがあるのかなっていうので見ていて、なんかこの辺じゃないみたいな若干予想してたんで、ちょっとびっくりしてます。まあ、でも別に自分はエンターテイナーだとは思ってないんですけど、ちょっとまさかの感じだったので、楽観的な感じだろうなっていうイメージで予想していたので、ちょっと当たってまずびっくりしてます。で、どんなタイプなのかっていうのがこう出てるので、ちょっとそれを見ていきたいと思います。エンターテイナーはですね、自発性があり、エネルギッシュで熱心なエンターテイナー。周りが退屈することはしてないと書いてあります。そうなんですかね。エンターテイナーでも確かに意識とかエネルギー、気質、戦術、アイデンティティとかこう何パーセント何パーセントって出るんですけど、結構なんかあんまりどっちかに寄ってるって感じでもないですけど、そうですね、エンターテイナー型の性格、私はわがままでせっかちで少し不安定、ミスを犯すし自分をコントロールできない時もある。でももしあなたが私の最悪な時にきちんと扱ってくれないなら、私の最高の瞬間を一緒に過ごす資格はないっていう、これマリリン・モンローの言葉らしいです。書いてある。マリリン・モンローもエンターテイナー、そうみたいです。そう、マリリン・モンローもエンターテイナー型の有名人入ってる。根っからの社交好きとか、友人たちと楽しく過ごすひとときが何より至福の時間とかっていうのは結構ぴったりだなって思いますね。あとは美的感覚が強いらしいです。身だしなみや洋服から家の備品に至るまでファッション感覚に優れています。どうなんですかね。なんか納得できると思います。でも楽しく過ごす時間とか、社交好きとか、友人を楽しませるのが好きとか、ユニークで素朴な会話を弾ませられるとかあるんですけど、まあ、その辺は結構まあ自分もこう友達といる時間だったりとか、まあチームメイトとかもですけど、やっぱりそういう時間がすごく大事ですし、知ってる方は知ってると思うんですけど、本当にふざけたキャラクターしてるので、
こう見えてって言ったらあれですけど、本当に常に笑ってたいタイプの性格なので、やっぱその点合ってるなっていう風に思いますね。結構、まあムードメーカーって言ったらなんか自分で言うのもあれですけど、まあなんかちょっと空気重いなって時は自分の発言でちょっと場が明るくなったらいいなとか、そういうのはこう、考えてやってるわけじゃないけど、そこはなんか自然とそういうことしてるなって思います。クレジットカードは危険ですって書いてあります。でも確かに結構やっぱなんか当てはまるなって感じはしますね。面白い。と私の性格タイプはエンターテイナーだったんですけど、やっぱりこうどんなタイプかっていうのを見ていくと、あ、なんか当たってるなっていうことが多くて結構びっくりしました。で、多分こういうことには気をつけた方がいいとか、そういうことも結構長い文章で書いてあったりとかするので、お時間あるときは本当ぜひ皆さんなんかやってみてほしいです。で、報告してほしいです。私このタイプでしたとか、同じエンターテイナー型の性格でしたとか、ぜひコメントとかで教えてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回は MBTI 診断をやってみました。ぜひ皆さんもやってみてください。この動画が良かったなと思う方はいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。